どうもシュートです。さあ今回もフットボールアプリの動画を撮っていきますけれども、今回はいきなりなんか来ましたね、週刊 FP の復刻版、こちらの当たり選手ランキングの動画の方を撮っていこうかなと思います。まあ、ほんと予想もしないガチャがねいきなり登場しまして、しかもメンツもね普通に熱くて、まあ週刊 FP ムバッペだったり、もう今は獲得できないラインブレーカーホーランドとかもいたりね、普通にこれが22選手のボックスで登場してて、約2000コインで確実に獲得できるのは普通にこっちのねエピックよりもコスパは確実にいいんで、まあ、ぜひちょっと今回の動画を見て引くかどうか検討していただければいいかなと思います。で、評価いつも通りこんな感じとなっておりまして、あくまでゲーム内での評価ですし、僕の独断と偏見で決めておりますので、そこら辺はご理解ください。ではちょっと今回もイーフトハブを使って見ていこうかなと思います。はい、じゃあまず10位ですね、アンスファティ選手ということで、身長178センチ、右利きのウィングストライカーということで、まあこの選手ね能力ね当時はまあ全然悪くなかったんですけど、今考えたらもうさすがに今更使わないかなっていう感じの能力はしてるんですよね。まあ全然ガチでも使えるとは思うんですけど、まあなんかこっから全部の能力が2ぐらい高かったらまあ良かったかなって感じはしますし、まあスキルは優秀ですね。ダブルタッチ持ってたり、コンカーアウトスピン、スルーパスなども持ってるんで、ほんと CF とかで使えたらもっといいんですけどね。ただまあ普通に強いとは思います。これが TS100 時にだいたいこんな感じの能力で、瞬発とかも92いくんで、まあファティが好きな方であったり、まあバルセロナ好きの方はまあ今回は確保しといていいんじゃないかなと。まあファティはレジェンダリーとかもいるんで、そっち持ってたら全然今回はスルーでいいと思いますけど、まあこの習慣欲しいってなったら、まあ全然狙ってもいいんじゃないかなと。はい、じゃあ次9位ですね、ルイス・アルベルトということで、身長183センチ、右利きのナンバー10ということで、まあこの選手に関しては足元能力はえげつなく高いですね。最近登場したモドリッチみたいになってて、ただスピ瞬が低いのとナンバー10なんで、まあちょっと使いにくさはあるかな。 ST から CMF に適性濃いですけど、全部ナンバー10発動しちゃうんで、ただまあ中盤に居座ってパス供給する役っていうのはすごい強そうですね。こっからワンパスルパも持ってるんで、めちゃくちゃいいパス供給できますし、バックスピンロブとかも持ってるんで、フラスルもできると。ナンバー10が合う合わないは人それぞれだとは思いますけど、 TS 役時だとだいたいこんな感じの能力で、もう足元能力に関しては本当に本物の選手だと思います。はい、じゃあ次8位ですね、ルカ・モドリッチ選手ということで、身長172センチ、右利きのプレーメーカーということで、まあこの選手に関してはね、もう最近週刊 FP でえげつないのが登場しちゃったんで、ちょっとこの能力だったらねガチスカ微妙かなっていう感じはしますけれども、まあ好きな方も多いと思うし、最近のワールドカップ週間で当てれなかった方はこの機にゲットしておくのもありかなと。本当にワールドカップ週間と比べて気になるのは決定力とスピシュンの低さぐらいなんで、まあやれないことはないと思いますね。まあスキルに関してもめちゃくちゃ相変わらず優秀で、これが TS100 時になったらだいたいこんな感じの能力になるんで、まあ中盤でそんなにスピシュンを求めないのであれば、最低限守備能力もあるし全然使ってあげてもいいかなとは思います。はい、じゃあ次7位ですね、エデゴア選手ということで、身長178センチ、左利きのチャンスメーカーということで、まあこのウーデゴールに関しても、まあ OMF とウィングしか使えないんで、ちょっと使いにくさもあるし、でもやっぱ OMF とかだったら強豪の選手はめちゃくちゃ多いですから、そこを考えたらちょっと渋いんですよね。で、能力はね普通にいいんですが、スキルがちょっと微妙で、使えるスキルで言ったらもうスルーパスとピンポイントクロスぐらいかな。まあヒールトリックとかルーレットとかも優秀ですけど、やっぱ王道で使えるとこって言ったらその2つぐらいなんで、ちょっとそこも微妙なんですよ。まあ TS100 時の能力だったらだいたいこんな感じの能力で、まあドリブル数値はめちゃくちゃエグいっすね。まあアーセナルパック買ってる人からしたらね必要ないかもしれないですけど、まだ買ってないよっていう人は、まあ、他にムバッペとかハーランドとかも手に入れることができるんで、まあ、ついでにゲットしておくのもありかなと。はい、じゃあ次6位ですね、ジェレミー・フリンポン選手ということで、身長175センチ、右利きの攻撃的サイドバックということで、まあ、この選手に関してはサイドバックで使うより右サイドハーフで使うことが多くなりそうですかね。まあ、僕は多分そんな使わないと思うんですけれども、まあ、ドリブル数値そこそこあって、スピシュンあって、フィジカルもあって、スタミナもあるということで、ダブルタッチ持っててピンポイントクロス持ってるんで、まあ、結構なクロスゲーができそうな選手かなと。まあ、フライパスの数値低いとはいえど、まあ、ピンポイントクロスあってフライパス72ならまあ期待できるかなとは思いますし、守備能力もそこそこあるんで、まあ、そこもサイドハーフで守備してくる上では結構厄介なポイントかなと。で、これが TS100 時になったらだいたいこんな感じの能力で、まあ足めちゃくちゃ速いしね、ドリブル数値とかも普通に高いんで、まあ、こういう特徴を持った選手をゲットできるっていうのが、まあ、結構復刻 FP のいいところなんじゃないかなと。では次5位ですね、ロベルト・フィルミーノ選手ということで、身長181センチ、右利きのリンクフォワードですね。まあこの選手に関しては能力はねまあまあなんですけれども、使用感がとても良くて、まあ確か僕も当てたんですけど、当てた当初は普通に強くて使ってましたね。てか好きな人も多くて、他の FP とかも多分まだ登場してないんで、もうこれはゲットしたかったですって人もね多かったんじゃないかなと。まあバランスよく能力高くて、本当に何でもできる感じですかね。ドリブルもできるし、パスもできるし、でまあスルーパス持ってたり、アウトスピン持ってたり、足裏持ってたり、もうスキルもめちゃくちゃ優秀ですね。でこれが TS100 時になるとこんな感じの能力で、
で、もう相当高いね。まあさすがに無料配布されたねメッシのリンクフォワードと比べると能力は劣ってるかなと思いますけど、まあぜひ今回の復刻で狙っておいてもいい選手の一人かなっていう感じはしますね。はい、では次4位ですね、ペドリ選手ということで、身長174センチ、右利きのチャンスメーカーということで、ちょっとまあ見た感じ能力は渋いかなって感じはしますね。まあ多分このペドリ守備能力とかも上がってるんで、ちょっと足元能力がおろそかになっちゃってるかな。で、他のペドリと比べていいところはワンタッチシュート確か持ってるんですよね、このペドリは。まあそこは中盤においては結構でかいと思うんで、中盤ワンシュー持ってないと気になりますって人は、ドリブル能力落ちてもいいからワンシュー欲しいってなったらこのペドリ狙うのありかもね。ただまあそんなに足も速くないし、僕的にはやっぱバルサパックとか押したいかな。 TS100 だと大体こんな感じの能力で、まあ TS100 だったら見栄えは全然いいですね。まあ逆足頻度精度も両方最高なんで、まあ使用感は保証されてるでしょう。はい、では次3位ですね、キングスレイ・コマン選手ということで、身長179センチ、右利きのウィングストライカーということで、まあこの選手はですね、普通に今でもねサイドハーフウィングで使える能力してて、でこの能力を持っててスーパーサブなんで、まあさすがに3位には入ってくるかな今回。まあボールキープは低いといえどドリブル能力高いんで、まあ縦突破のドリブルはね結構早いかなと思いますし、スピッシュもめちゃくちゃ高くてキック力もあって、でまあスーパーサブの他にコンカであったりダブルタッチドロップシュートなども持ってるんで、まあ普通に切り込んでシュートっていうところも期待できますかね。まあ右に置くよりも左側に置いてコンカ打つのが良さそうですかね。アウトスピンキックを持ってないんで、 TS100 の能力だったら大体こんな感じの能力で、こっからまたねスーパーサブで底上げされるって考えたら、もうスピード瞬発力もカンスト近くまで行くんじゃないかなと思うんで、やっぱ相手にいてこの選手の縦突破っていうのは非常にね今も厄介なところはありますし、まあ、サイドハーフとかウィングが採用されてるフォメをねよく使う人はもうコマンは今回取っておいても間違いないんじゃないかなと。これが確実に取れるのは普通にでかいと思います。はい、では次2位ですね、エーリング・ホーランド選手ということで、身長194センチ、左利きのラインブレーカーということで、今現在はねボックスストライカーなんで、通常でねゲットしようと思ったらボックスしか取れないし、まあ今後 FP とかで登場してきても多分ボックスになってると思うんですが、もうラインブレーカーハーランドをゲットするならもう今しかないですよって感じで、コナミさんが復刻ガチャを出してくれましたね。まあ最近なんかこう中央へのスルーパスが通りやすい環境になって、ホーランドの脅威も増してるからと、なんか理不尽なフラスルとかもねこの選手だったら結構通せて、空中戦とかもねやっぱ今作は身長大事なんでほぼ買ってくれるんですよ。そう考えたらマジでゲットしておくべきかなと。まあスーパーサブしっかり持ってて、ワンシュー、闘争心、ヒールトリック、ミドル、ライジングシュートなど結構いいスキルも持ってて、これが TS 薬人になったら大体こんな感じの能力で、もうドリブルはね本当にしにくいんですが、抜け出しとか決定力、スピード、フィジカルっていう面ではねもう本当にトップクラスの選手なんで、まあこのホーランドゲットできなかった方であったり、最近初めてホーランドのラインブレーカーやっぱ欲しいなって思ってた人、これがもう約2000コインで確実にゲットできるのは熱すぎますね。はい、ではラスト1位は当然でしょう、ムバッペということで、身長178センチ、右利きのラインブレーカーということで、まあ確か2023一発目の週刊 FP でこのムバッペ登場したかな。まあ2日前の火曜日に登場したエピックムバッペと比べても全然遜色ない能力してるというか、もう1万コインぐらいねかかってしまうリスクを考えたら、この週刊 FP ムバッペを2200コインで確実に取れるのはもう相当コスパいいですし、ワンパついてる以外は本当にほぼ変わんないというか、なんならパスとフィジカルに関してはこっちの方が強いんで、まあオフェンスセンスとか決定力はね TS100G にも90は乗せないですけど、まあ全然こっち取っといてもいいんじゃないかなと思いますね。もう課金をしまくれる人とか、年末でお年玉ぶっ込める人なら、エピックのムバッペ取っといた方が B 固定で毎週使えるし、オフェンス決定力、ボディコンとかドリブル系の能力とかも全てね90に乗せれたと思うんで、 TS100G にそりゃそっちの方がいいんですけど、今回のも本当に強いんで、まあ TS100G だったら大体こんな感じの能力で、まあスピード圧巻の95までいきますし、フィジカルも78あると。まあワンパのエピックムバッペもいいですけど、使い方によってはね、ひたすらドリブル突破させたいってなったらこのムバッペもめちゃくちゃいいと思うんで、まあこの週刊 FP ムバッペ復刻で来るならもうエピックのムバッペ狙わなかったよっていう無課金勢とか美課金勢の方もいるんじゃないですかね。そこはコナミさんね、ちょっといやらしいなって感じはしますね。はい、それでは今回ここで復刻の週刊 FP の当たり選手ランキングの動画の方を終わっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ今回のガチャに関しては本当にね、極端に意見が分かれるガチャかなと思ってて、もうめっちゃ渋いっていう人もいれば、めちゃくちゃ熱いっていう人もね、いると思います。まあ能力の総合的に見れば、このムバッペは2列目よりかは弱いですけど、フランスの無料配布のやつとか通常とか、あとエピックとかと比べても、全然こっちの方が強いんじゃないってぐらい、結構強い能力持ってるんで、ほんと個人的にはね、ムバッペ持ってなかったんで、普通にいいガチャになってるかなって感じはしますね。ただちょっと気をつけてほしいのが、これね、週刊 FP2023 始まって1発目、2発目、1回目、2回目のガチャになってるんですけど、まあ来週もメンテないでしょうし、もしね、週刊 FP がまた復刻で来るとしたら、3回目、4回目の週刊 FP は、スパサブレバンドフスキと、スパサブのね、一番僕がぶっ壊れてると思ってるラ
ラファエル・レオンがいる中間 FP が合わさった復刻が来るんじゃないかなとも予想されるんで、まあ、残り期間は8日間ありますし、まあ、ちょっと来週の木曜まで静観してもいいのかなとは思いますね。まあ、別に来なかったとしてももうこのムバッペは絶対当てときたい、ハーランドはゲットしときたいっていう人は、まあ、今すぐ引いてもいいと思うんで、でもレアオンとかも欲しいなって思ったらちょっと来週の木曜まで待ってみるのもありかなと思います。まあ、本当に来るかわかんないで保証はできないです。それでは今回固定動画の方やっていこうかなと思います。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。